今は、広島県広島市西区に所在し、イオンモールが運営、管理するアウトレットモールである。広島市西区、石内地区において、広島電鉄が開発した住宅団地、物流団地が集積するニュータウン、西風新都、グリーンフォートソラノの商業施設エリアにイオンモールが、西風新都プロジェクトとして建設したアウトレットモールである。 イオンモールのアウトレットモール業態としては、イオンレイクタウンのレイクタウンアウトレットに次ぐ2店舗目で、新規開発から手掛ける施設としては、初の店舗となる。イオンモールは、ザ・アウトレッツの業態を単なる本格的アウトレットモールではなく、エンターテイメントや地域との出会いを絡めた地域創生型商業施設と位置づけており、中止国、 広島県初出店となる店舗を中心とした127店のアウトレットショップのほか、通年オープンのスケートリンクや映画館ボーリング場、瀬戸内や広島の名産品を扱う物産店など、アウトレットにこと消費の要素を織り混ぜた複合施設となっている。建物は2階建てで、1階がライフデザインフロアと名打ち、従来のンモール同様、エンクローズドモール型のモール形式で、 イオンスタイルや書店、娯楽施設、フードコート、郵便局などの従来の4モール同等のテナントが入居している。一方2階は本格アウトレットフロアと銘打ったオープン型のアウトレットゾーンとなっている。ライフデザインフロアには中央にイオンスタイルを核とした寄り道マルシェを配置し、一方にフードコートとイオンシネマ、広島製風神ととカプコンのアミューズメント施設の入居する。 星影シティ、その中間にフードコート、西風ダイナー、反対側にトイザラスの大型店舗や専門店、広島電鉄から寄贈された路面電車等が配置される波の輪ガレージとエリア明けされている。イオンシネマ、広島政府予心とは、ザ・アウトレッツ広島1階の星影シティに出展するシネマコンプレックス。イオンエンターテイメントの展開する、 イオンシネマの一つで、広島県では、広島イースト内のイオンシネマ広島に次ぐ2店舗目、9スクリーンあり、全館に、国ンシートと呼ばれるシートを採用している。最大収容の6スクリーンには、高画質映像と立体音響を備えた 3D システム、ウルトラが採用されている。ありがとうございます。